いくら予算をかけて撮っても、まあ、つまらんものはつまらんということですね。いくらいいカメラを撮ろうが、一番大切なのは何かというと、岡山スクリーン映像作家、畑原さんのスマホでできる動画発信の仕方ということでお話をしていきます。まあ、よくハリウッド映画とかで、まあ、何十億かけました、大作ですよって言って、いざ見に行ったらすごくつまんないとかあったりするんですが、まあ、それと同じでいくら予算をかけて撮っても、まあ、つまらんものはつまらんということですね。いくらいい俳優が出ようが、いいカメラを撮ろうが、一番大切なのは何かというと、アイデアが大切になっていくわけですね。あとこれ別の動画でご説明するんですけども、編集に関しても自動編集っていう機能があるアプリがあるんで、もうゆくゆくはその編集作業も結構人の手を離れていきそうな感じです。ただ最初の段階、企画、アイデアの段階っていうのはやっぱり人の知恵を出してやるって必要があるんで、ここはすごく重要になってきます。企画、アイデアっていうことなんですけども、今まで動画作ってないよっていう方だと結構ね、ハードが高いっていうことよく言われてるんですが、実はそうでもないんですよね。というのは、もう企画っていうのはもう皆さん常にありますよっていう。まあそれは何かっていうと、例えばですね、なんとかの歴史とか、どんな食べ方とか、ここまで来てねとか、案内とか、立地とかっていうのが、おそらくホームページとか、もしくは SNS で文字として配信してるんじゃないでしょうか。文字のデータ、いわゆるそのレシピの状態は多分できてるんじゃないかなと。あとはそれをもとに映像化をするっていうことを、まあ、先ほどのこの案内立地とかだと、まあ、駅から来てくださいね、ちょっと文字の奥なんですが分かりづらいですけどっていう時は、もうカメラをずっと撮って、実況しながら収録するだけでもすごく分かりやすい動画になるとか、お客さん目線で作るっていうことも大切になっていくのかなと。ということで、まあ、企画アイディアについては皆さんがもうすでに配信している文字情報からそこから映像に付け替えるっていう、まあ、レシピの状態から次その素材集めとかそういうのをしていただいたらいいのかなと。ということで、また何かありましたらコメント欄に書いていただきましたら動画教室の方で参考にしてお話しさせていただきますのでよろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。